戸塚か警部シリーズ新大特急北陸殺人事件新大特急北陸殺人事件は西村京太郎の推理小説1984年に高段社から刊行された太陽物産に勤める高橋里沙は大学時代の親友本田恵の電話に誘われて金沢への旅行を決意するしかし翌日金沢のホテルにいるはずの恵が連絡をよこさない 不安になったリサは、恵みと同じ大学時代の親友で、今は富山の旅館を継いだ、上木宮子と連絡を取りながら、寝台特急、北陸で金沢へと向かう。だが、事件は北陸の中で起こった。早朝、リサは何者かに後頭部を一撃され、気がつくと男の死体と一緒に狭い寝台に横たわっていたのだ。しかもその死体は、大学時代に知り合った。 井崎徹トールである。一度は殺人犯と疑われながらも警察から解放されたリサは、宮古と共に金沢に急ぐ。イラストレーターとなっためぐみと大手広告会社に勤務していた井崎は仕事とプライベートの両方で付き合いがあったらしい。だとすると、井崎の死にめぐみも巻き込まれているのか。消えためぐみの身を暗じる二人は、金沢の名所旧跡からあわら温泉。 そして越前海岸の東人坊へと彼女の足跡をたどっていく。一方東京では売れないイラストレーターが毒殺されるという事件が発生する。被害者と恵みに繋がりがあったことが明らかになり、戸津川警部と亀刑事の名コンビが本格的に事件を担当することになる。関係者の証言から次第に明らかになる事件の構図。 そして、とつかわ警部は、すべての謎を解くため、寝台特急、北陸に乗り込んだ。伊崎徹殺しには、不可解な謎があった。リサが後頭部を一撃されたのが9号車の通路、そして混沌したリサと伊崎の死体が発見されたのが、1号車の寝台である。つまり犯人は、意識不明になったリサを、わざわざ1号車まで連れて行っているのだ。とつかわは、この点に、 大いに疑問を抱くとともに興味を覚える。そして、北陸に乗り込み、早朝、起床したと津川わはあることに驚く。それが、とつわの疑問を一瞬にして吹き飛ばし、事件解決への最大のヒントとなる。ありがとうございます。